皆さん、こんにちは。2018年1次ファイナル模試、公表を行いたいと思います。私、レックスセニン講師、金城淳之介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えっと、今年のレックのファイナル模試の総合成績表が私の手元に今届いたんですけれども、まあ、公表と言いつつも、もうあの、終わったことなので、 あの、これからじゃあ本試験までどうするかっていう未来の話をしたいかなと思ってます。もうあのただ結果として。あの全ての科目で平均点50点超えてるんですよ。なので、いや決してあの優しい問題ではなかったんですが、平均点50点超えてるということで、非常にあのまあ、出来が良い方かなという印象ではあります。はい。 まあ、あの今回受けた方が皆さん素晴らしく優秀な方ばっかりだという可能性もありますけれども、まあ、いずれにせよ平均点50超えてるっていうのはあのー、すごいなと純粋にそう思いますただまああのー、とはいええー、50点台では合格できませんので60点以上というね、まあ、残り数点、あのー、科目ごとにね、えー、上げていくような意識を持ってくださいねと。 急所門と必達門この2つをしっかりあの復習してくださいねとで急所門必達門の情報については、まあ、後ろの方のねえー、っとよいしょどの問題が必達でどの問題が急所なのかっていうのが分かるようになっておりますのでなので設、えー、問ごとにじゃあ自分は必達取れたのか急所は当たったのかどうかと。 いうところをちゃんとチェックすること。それをおろそかにしないようにしてくださいと。はい。で、あのー、ファイナル模試をしっかり復習することと。お以上ということで、ファイナル模試についても以上です。はい。大事なのは、あのー、もう <coughs>、こっから先、本試験、えー、ギリギリまで、とにかく過去問にどっぷりも首までつかるぐらいのイメージね。とにかく寝ても覚めても過去問。 さい。で、その <coughs> 過去問の中でもあの全部をやろうとするからしんどいんであって過去問の中でも今回のレックみたいにあの急所問必達問的な、ねまあ、レックでは ABC 評価をしてますので、まあ、A, A 問題 B 問題あたりねを中心にもう C 問題は捨てるとかねそういった形であのメリハリをつけた使い方をしてください。 あとは、えっと、自分の苦手分野苦手分野を、えー、しっかり掘り下げていくだから年度ごとにやるんではなくてテーマごとにやること、ね、苦手なテーマを5年分とかそんな形でえギリギリまで過去問を使い倒すことを意識してくださいでまああの本当とかくですね直前期になると どんどん不安になるじゃないですか。で気持ちも焦りますよね。ものすごくよくわかります。私も受験生時代そうでした。うん。ならみんな一緒ですよ。一緒一緒。なのであのそこでもう不安があったりとか、こう自信ないなあダメだなあって落ち込んだりだとか、もうその時間すらもったいない。うん。それすら忘れるぐらいどっぷり。もうとにかく過去問さえやってれば、もう不安も吹っ飛ぶよぐらいのつもりでね。 大丈夫です過去問やってれば本当に一時は、はい、ですので、えー、使える時間の全てを過去問につぎ込む注ぎ込むかぐらいな形でねあのやってほしいなとでまああのそれだけだとやっぱり、まあ、不安だよという気持ちも分かるのでまああのレックではですねちょっとプロモーションになっちゃって嫌なんだけど、えー、一応直前総まとめ講座とか あと一時山手て講座とかこれなんかもす,あのすぐねダウンロードして、えー、1科目あたり2.5時間というコンパクトなね形で非常にあの、まあ、お手軽価格にしてありますので、えー、山手て講座なんかね、えー、ご覧いただくのもよしそれから、まあ、講師のね、えー、道場シリーズいろいろありますので,でこれら見ていただくもよし。で まあイベント的なことで言うと、まあ、私で恐縮なんですけど7月28日の土曜日にまあ池袋本校で出題テーマ予想ということでこれも全国中継入ってますえっ、ー、と札幌本校から、ね、北から、えー、西は山口まで行くのかなはい福岡も行くのかはいという形であのーまあ、全国で中継実施されますのでまあこれなんかも あの出題テーマ予想ということで、まあ、私一人が予想するんじゃなくてレック講師陣で予想したのを私が代弁するという、まあ、イベントかつ、えー、この日はですねゲリラ的にちょっとあのレックのですね、えー、社労士全然診断士じゃなくて社労士からこう助っ人が登場してですねあの企業経理論を受ける皆さんに労働関連法規の はい、特別講義をちょっとだけねやってもらおうとかいうのをねちょっとゲリラ的にってこう言っちゃったらゲリラじゃないんですけれどもあのちょっと考えたりもしてますのであのお見逃しなく、はい、労働関連法規は本当に10点なので。 えー、なかなかこうもう当てづらいし対策立てづらいんですけどそこをですねなんとかということであの私の非常にあの仲の良い池袋のねあの某社老士の先生にちょっとお願いをしているところなので、まあ、ゲリラなのでねあの実現するかどうかお楽しみにということでまあちょっとそんな形であの考えております。でまあ,あの泣いても笑ってももう本番の8月4日5日来ますよと。だかかららここのの残り日 日数っていうのはその、まあ、まさに日程時間管理をどうするのかどれだけの時間を勉強に避けるのかっていう部分とあとはだから時間のコントロールね時間のコントロールが一つだから二つ目は勉強の中身のコントロールコンテンツのコントロールで何をすべきなのか,かこれはもう過去問でしょと。で足りなないい要素はこの、まあ、いろんな道場とか えー、イベントなんかを使ってくださいだレックのこの本試験特集ねあのレックのサイトに本試験特集ってバナーがあるのでそこを押していただければいろんな情報が入ってますよと、はい、これが2つ目でしょで最後3つ目がメンンンタルル、はい、モチベーーションコントロールですだから、あのー、やっぱり気持ちが折れてしまったら何も入ってきませんのでねだから気持ちをどう持つか大事なのは私いつも言ってるんですけども あの診断士を勉強始めた初日のことを思い出してくださいと本当に <laughs> やっぱりよし診断士取るぞ頑張ろうと思ってすごい最初勉強したと思うんですよ一生懸命、ね。もしくは何,何らかの,この夢とか何らかの目標があって診断士を取りたいという何かこうね思いが皆さんあると思います。 うん、私もまあ自分の人生変えたいと思って診断士を勉強始めました。で実際診断士を受かって人生変わりました。はいね。だからあの本当にこの資格というのは人生を変える大きなインパクトを持ってます。その一つね一次試験というね一つ目の関門もうすぐそこまで来ているわけです。もう合格がすぐ手が手の届くところまで来てます。 今までの皆さんのね努力は裏切らないってよく言いますけれどもただじゃあそれを実際に本場で語学つかむためには残りの日々ね油断せずにしっかりと時間管理とコンテンツ管理とモチベーション管理ねしっかり管理して本場に臨んでほしいなと思います。あああとはまあ、体調管理ですね、あのー 今年の夏は非常に暑い、まあ、梅雨明けも早かったですしね、えー、夏暑いですしでまたあの西日本の方の方ですねあのまあ大阪の地震をはじめ西日本九州のまあ大雨とかでさまざまなあの要素で辛い思いをされている方もいらっしゃると思います。まあ、そういったあの様々な面で、まあ、学習環境 とといいうう意味ででは、ね、非常に過酷な方もいらっしゃると思うんですねだけれどももう泣いてもらっても試験はやっぱり1年に1回なので、えー、できることを精一杯頑張って頂い,いて皆さんのこう願いがあとちょっとで叶うところ手が届くところまで来てますので歯を食いしばって頑張って。でメインは <laughs> やはり2次ですのでねなので、まあ、楽しい楽しい2次の講義 並びに2次の模試、えー、受験していただくためにはですねぜひぜひ1時をサクッと合格してでまたあの私の楽しい楽しい2次の講義を聞きに来てください。ぜひぜひひおお待ちしております、はい、というわけで、まああのー、一時ファイナル模試の公表と言いつつです、ねまあ、残りの、まあ、コントロールの仕方の話しましたけども、まあ、本当にもう <laughs> 冒頭言ったように模試はもう終わった話なので。 ここからどうするかだけです。変えられるのは未来だけ。ね、過去はどうしようもね、終わったことは話してもしょうがないので。じゃあ、過去を受けてどう行動するかによって未来は変わります。ぜひね、えー、しっかりと皆さん頑張っていただいて、また2時の講義でお会いできる日を楽しみにしています。はい。というわけで、えー、短めにね、これで終わりますけれども、まあ、ぜひ、 頑張ってまたあのー、次ねどっかの講義でお会いしましょうではあ2018年一時ファイナルもし好評動画ここまでにしたいと思います頑張ってください